はじめに秋のお月見の話題です。9月18日土曜日、筑波山神社で半月祭が開かれ、琴と尺八の音色が神社に響き渡りました。今年6回目を迎えた寒月祭、中秋の名月に琴や尺八の演奏を神様に奉納する行事です。演奏前に大神様への参拝を執り行い、巫女が神楽を奉納しました。琴と尺八による我が国の奉納演奏では、月にちなんだ楽曲など5曲が演奏されました。今回はコロナ禍の影響で演奏者と神社の関係者のみでの開催となりました。来年こそは、コロナが収束いたしまして、たくさんの方に、ご参列いただきまして、この秋の夜長の奉納演奏を楽しんでいただければなと、このように思っております。この日はあいにくの天気で、筑波山神社から月を見ることはできませんでしたが、和楽器の音色が境内を包みました。